大切なものとか絆とかやっぱりね、なんかこの
小中学生にね、後から感じるようなやっぱりそういう楽曲が多い方なのかな。この曲なんだけど、まあ、ミラチョウ合唱部としてはやっぱり歌い出し空に光るの素が暗くなっちゃうとやっぱりそのなんだろうね、暗めの全体的に暗い曲に感じてしまうから明るめに空にっていうね、まあ、素気をつけたんだけど、ソプラノパートはどんな気をつけたとかあります？なんかやっぱりその主旋律なので、主旋律を先導する身としてはそのそんなエロそうな気持ちでまあ、空に光る星のところと、あれからのところとサビ、この3段階の盛り上がりで、でもやっぱりサビに一番いいところを持ってきたいので、その前の時にあんまり興奮しないように気をつけよ、興奮しないようにでもお前らはついてこいよ私のテンションに合わせろよという気持ちで、じゃあね、もう一回その、ね、動画の方それを見ていただいて、多分すごい顔して私についてこいっていうのを感じて歌ってると思うので、もう一回ね、多分1分いや30秒ぐらいとかな、戻していただいて、もう一回ご覧ください。私も合唱祭でこの曲歌ったことがあるんですけど、急に外人みたいな感じで私は今回もね、跳躍難しかったですね、サビのところで先輩と後輩なのかな、はい、先輩やっぱついてこいって、ね、先輩ね、先輩、うん、サビのところでソプラノが結構低いところから高いところに飛ぶところがあって、でその飛んだ先の音がしっかり響いて、なおかつみんなさんを引っ張れるような、めっちゃ引っ張ってる、皆さんを引っ張れるような声を出して、誠実さには勝てないですから頑張って歌いました。なるほど、はい、じゃあ男性パート、じゃあ僕たちですね、何気をつけました？そうですね、この曲あれからっていうこの女性、その喋り方ちゃんとやめた、うっすうっすうっす、これが女性があれからって来るのに対して、男性があれからってこうお互いに聞き合って、こうしっかりと流れを切らないように意識しました。でも女性があんまり動くなかったら意識してないです。まあ人生ってそういうもんなんじゃないかなって僕は自分の父親とか見てて思うし、ありがとうございました。はい、ということで、大切なものについて語っていったんですけども、まあやはりね、気をつけないといけないのがハモリのことですとか、まあ、音程とか、まあ、基礎的なことですね。プラスしてやっぱり何でしょうね、歌詞のことも最初にお話ししましたけど、やっぱり気をつけながら歌っていくというかね、やっぱり意味が分かって歌うのと、ただ書いてあるから歌っていくのっていうのでだいぶ聞こえ方が違ってくると思うので、まあ、皆様ももし歌う機会があったらそこを気をつけてみていただください。動画を最後までご覧くださいましてありがとうございました。今後もミラチュー合唱部はいろんな合唱曲を歌っていきたいと思います。チャンネル登録がまだの方はお見逃しがないように、ぜひこの機会にお願いいたします。ではまた次の曲でお会いしましょう。さようなら。